こんにちは、セイランギ塾講師の畑間です。よろしくお願いします。今回は江戸時代7回目八代将軍徳川吉宗の内容についてお話をします。はい、八代の吉宗といえば米将軍という、呼び名で呼ばれることもあります。その名の通り、米とか、農業に関する政策が非常に多い人ですが、それ以外のものも入っていますので、それらをまとめて整理をしていきましょう。はい、でまずメインとしては幕府財政の再建のためにいろんなことをします。で、幕府財政再建といえば、要するに簡単に言うと米が不足をしていて、で、米っていうのは年貢を払うのに使われるわけなんで、それが、ちゃんと本来の年貢の分だけ払われていない状況が発生したりをして、ちょっと困っているという状況がありました。なので、まずは契約令を出していくわけです。で、それ以外にですね、この上げ前の制、それから特に家味法、上面法の話、この今丸をつけた2つあたりが非常に重要になってきます。まず上げ前の制です。これ何かというと、この土地というか、それぞれ大名には領地が与えられているわけで、その領地の広さというよりも収穫高ですね、以前やりました穀高という単位を使って、その土地の価値っていうか収穫量でもってその土地を表しているわけです。例えば加賀百万石とかですね。でその穀高っていうのはだから収穫量、どんだけの米がその土地から取れるかっていうものなんですけど、それが1万石、大名って1万石以上なんで、1万石につき100石という割合で米を上納させる、米を払わせ、例えば3万石の大名だとしたら300石っていうのを幕府に払ってくれっていうふうにして、まず米を集める、それを上げ前の制と言います。で今この100のところは2000行きましたけど、実はこの後の、三種の忠国の改革の時に同じような、ここが50になるですね、このまま全然出てきます。なんでここ100、上げ前の制は100だよっていうのはちょっと覚えておく必要があるでしょうか。はい、でこれって結局その100万石、1万石取れたうちの100石っていうふうに、米を本来もともと前まで持ってた米よりもさらに払わないといけないので、大名の側からするとちょっと損というか、あまりメリットがない感じと思うんですが、実はその代わりに吉宗っていうのは参勤交代で江戸にいる期間を半分にしますよっていうので、代わりに米を納めてくださいっていうのをセットで出してるんですね。でこの参勤交代の話は、以前詳しくありましたけど、その参勤交代1635年の武家諸法度で定められてます。三代の家光なんですね。で、江戸がここにあるとして、例えば九州の大名だとしたら、妻と子供っていうのは、人質代わりとして江戸に住まわせることが強要されていて、で大名はその大名行列を作ってここに江戸に行くんですね。でそこで1年間江戸で過ごし、で次の1年間は自分の領地で過ごしっていう、この行き来を繰り返すんです。それ参勤交代です。で最初はこれ1年間だったんですけど、その江戸にいる期間が、ただそれを半分、要するに半年にすると、その代わりに米をこの割合で納めてくれっていうのが上げ前の制ですね。はい。で、あと、町人に対してはじゃあどういうふうにしたかというと、町人の請負進言というのを許可します。請負っていう言葉がありますが、それに町人がこの新しい単語を開発して、それに対して責任を持ってやってもらっていいですよっていうふうに許可します。町人なんで農民じゃないんですけどね。でもそうすることによって米の量をなんとか増やそうという政策の一つです。それから農民に対しては、税を取る方法っていうのを変えます。以前までは家味法といって、例えば豊作の年は今年は、たくさん米が取れたんで年貢の率っていうか払ってもらうお米も多くなります。だけど去年はその不作だったから、凶作だったから今年は少しでいいよとかっていうふうに、その収穫できた量に合わせて
払ってもらう年貢の率を変えていたんですけど、それだと何が悪いかっていうと、幕府のところに結局どれだけ米が入ってくるかっていうのが、その年になってみないと、では米ができてみないとわからないっていう、まあ、不安定な状態になるわけですね。農民側からすればその状況に合わせてくれるので、まあ、やりやすいではあるんですけどね。で、それを、吉宗は上面法に変えました。何かというと、もう一定の率で取りますよって言います。凶作、不作にかかわらず、まあ、豊作にかかわらず、上面法は一定の量を取るので、幕府財政の基盤が安定します。で、さらに年貢率、ね、これ4項、まあ、四項6民だったのが、これは10分の4を公に、ね、幕府に払って、残りの6は自分たちのものだろう。5項5民に変えます。これはそれに半々ですよ。税率 50% ということですね。結構きついです。で、変えます。はい。で、まあ、こういういろんなこう米を、ね、集める政策を通して、まあ、幕府のもとに入っている米の量が増えるんですけど、じゃあどうなるかというと、米の量が増えたものの、また物が、米自体がたくさんあるってことは、1個あたりの価格が下がりますよね。で、例えばそれで物を買うときどうするかっていうと、前回もやったような、こう、小判、貨幣、お金に換えて物を買うっていうことをするので、米の価格が下がっちゃうと、結局、言ってみれば収入は減ったことになるんですね。米は多くても価値が低いので収入が減ったってことになってしまう。じゃあその物価をどうするかっていうと、吉宗が考えたのは、株仲間を公認するんです。株仲間って、まあ、時計を持っているその、まあ、独占販売をしたりするその商人の仲間です。例えば堂島っていうところの米市場って言って、それを幕府公認にしています。まあ、そういった、決まった人たちだけによって、こう、ある商品を販売することができる。そういった仕組みを作ることに、物価の調整を図っていきます。はい。で、ここからは少し話が変わります。いろんなのがありますが、まあ、順番に見ていきましょう。相対済まし令です。で、まあ、こういったように、その、いろいろ金を貸し借りですね。例えば財政難があったらどっかからお金を借りたりとかってする大名旗本御家人も当然出てきます。で、そうすると、その貸し借りに関する、まあ、問題が、事件が起きたりするんですね。そのものがどんどん増えてきていて、そうすると、一般的な裁判をしようと思っても、金銀や金銭に関するものもいっぱいあったりとかして、裁判が遅くなっちゃうんですね。なので、もう、金銭に関するものは当事者間で解決してくれるっていうのが相対済ましいです。はい、次です。あとは、吉宗は結構合宿門を重んじていて、官役用書輸入の金っていうのを緩和します。で、官役用書っていうのが、それに中国語に訳されている用書です。で、用書をいきなり日本語にする、訳す技術、翻訳することっていうのはまだこの当時はできていなくて、中国のが進んでいたので、まずヨーロッパの本っていうのを中国人が漢字を使って訳しました。それを日本が輸入するという手順を取っていたんですけど、それについて、もともとは禁止をされていたんですね。だけど、キリスト教に関するもの以外っていうのはもう輸入していいよっていうふうにし、学問の発達を促すわけです。それ以外にも、青木昆陽と野呂玄奘と、この二人にですね、オランダ語を学ばせるっていうことも始めています。はい。で、あと、吉宗の、こう、大事なところというのはこの大岡忠相、大岡越前とかって言われますけど、その優秀な人をどんどんこう登用していく人材登用になります。で、この上にある目安箱の設置、これも有名な政策です。ただこれは実は大岡忠相が関わってやっていて、その他にもこの人を登用したことによりいろんな政策っていうのが具体的にどんどん動いていったっていう背景があります。で、目安箱のお話でいくと、これはその農民とか一般的な人が幕府にしてほしいことを、まあ、投書するアンケートボックスみたいなものですね。で、それの希望によって小石川のところに養生所を設立することができました。それに病人とかっていうのを幕府が金を出して看病をしてくれる施設ですね。はい。そして次です。貸高の制、これも人材登用に関わる政策です。この役職に就くには、何万石とか何石とかっていう、土地を、収入高のある土地を持っている人しか、なれませんと。
BMA という100色をつこうとしたらこのくらいは、1万石じゃないとダメですとかっていう、まあ、石高が決まっていたんですね。食料に対する石高が決まっていました。ただ、それだと結局その大名だったり上の方の、土地をいっぱい持っている人しか食料をつけない、食につけないということになりますだけど、食を持っていなくても優秀な人っていうのは当然いるはずなんですよね。町人とかでも。なのでそういった人を採用するために、でも石高が足りないんです。その不足している分、足りない分っていうのをその人を職につけてる間っていうのは幕府が代わりに支給しますよっていう話です。はい、そしてこのことによって優秀な人材を確保しようというのが足し高の制です。まあ、石高を足すっていうんですね。で、あと先にこちら行きましょう。くじ型を定め書き、これは裁判のルールについて書いてあります。はい、で、最後です。凶暴な飢饉、また飢饉が起こります。これからまだ飢饉って何回かありますので、ご指名の時は、まあ、凶暴の改革と呼ばれているので、まあ、間違えることもないと思いますが、凶暴の飢饉です。ですね。はい。で、結局米の量を増やしたりとか、年貢率変えたりとか、いろいろしてきたんですけど、最後、1732年には凶暴の飢饉に恐れる夢、米が取れないのかっていう状況が起きてしまいます。すると、今度さっきと違って、米の価格は高騰します。品が少ないので、値段が上がります。すると今度は打ち壊しが起きます。米をたくさん持っている米屋さんですね。そこのところにいろんな人が押しかけていっても、あの米の倉庫を壊したりとかっていう打ち壊しが起きます。ネタ自体になってしまいました。で、実は、まあ、その食糧難を解決する一個の策として、この青木昆陽が甘藷の栽培に成功します。甘藷は今でいうさつまいものだと思ってください。つまいもを米の代わりに食べると、そういったことを青木昆陽がやってくれると思います。はい、で以上が八代将軍の吉宗のお話です。ちょっといろんな内容があるんですけど、基本的にこの中っていうのは、まあ、センター試験のお話をすると、年号が問われるものっていうのは、まあ、ほぼないというふうに考えておいてください。で、ですね、今凶暴の改革をやりました。それとあと何々の改革っていうのが、あと寛政の改革、松平定信がある寛政の改革と天保の改革、水野忠邦がやるやつですね。それから以前やった聖徳の治とか、あとは次にやってます田沼の政治、田沼意次の政治っていう、まあ、メインとなるこう政治の塊がこういうふうに何とか改革だったり何とかの地位とかってあるんですけど、それの中のどの時期のことかっていうのはセンターは結構好きみたいですね。例えばその上げ前の姓が享保なのか寛政なのか天保なのかってそういう分類ができたりとか、まあ、上面法、ケメ法、上面法あたりは、まあ、米の話だから吉宗だよねってすぐ分かりやすかったりするんですけど、特に享保、寛政、天保、田沼の、時期ごとにまとまりを覚えておいて、この今やってる、特に今赤線が引いてあるところです。赤線が引いてあるところっていうのが吉宗の今日お腹くんやったことだよっていうところからまず押さえていくといいでしょう。はい、で区別が必要なのは享保の改革と寛政の改革ですね。はい、この2つは実はそういう農業を重視した、まあ、今みたいな米将軍ってありましたけど、そういった内容が多いです。で、田沼さんの政治がこの間に入るんですが、これは商人とか株仲間とか重視、ちょっと系統が違うんですね。だけど、まあ、あまりうまくいかなかった面もあって、もう一度寛政の改革でこれを理想とした、また農業に関する政策をします。なので、これ今回の凶暴の改革と、次回の甥っ子とばして寛政の改革、そこの区別が必要になってきますので、このところまた、こういう数字とかもありますけど、よく覚えてみてください。というわけで、今回は以上です。ありがとうございました。パッカ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 
かって何でしょうか。僕はパンダの日本酒で有名なパンダですよ。知らないの君、人生損してるよ。なんだっけ。というわけで、Always be ambitious。 まずはチャンネル登録してね。よろしく。